ところだと思います。はい、じゃあスタートしてください。ね、まあ今日はね、方法もいろいろあったみたいで、魂の打ち先やるかっていう話とか、あと戦先やるかとか、よくわかんないけど一緒に回転が言ってて、で草はね意外と常識的で、まあ100先ぐらいやったら重要なのかなとか言ってたんですけど、100先も重要なんかねえから。100先はもう見てる側が寝ちゃいますね、多分ね。さあスタート。まあ、開幕はチェンリを取るという感じですかね。そうですね。だいぶチェンリは、いや、巨人的にはこれはどうなの。え、あのキャラ的には、あの相性ですよね。うん、相性は解散戦の攻略あんまり自分できてませんが、うん、それでもかなりチェンリ有利だと思います。あー、なるほどね、はい、プレイヤー的には2人はどんな感じなんでしょうか。うん、強いプレイヤーには弱いという。強いプレイヤーには弱い、はい、かなり相性が激しいなというところで。なるほど。例えば人相性が結構意外なところで、うん、セオチンリー相手だと2回はかなり勝つんだね、はい。まあ、それ以外ですと、うん、そうですね、例えばケイシング、クサ、はい、ハイデ、シナトウ、今まあ元気にやってるプレイヤーたち、うん、相性も、うん、割りかしあれですね、このプレイヤーに弱いんだなと。あー、なるほどね、はっきりしてるね。そうですね、まあ今ここで多分そのあたりの細かい相性は言わない方がいいのかなと思いますが、はい、え、草チュンリーはどんな感じなの。あ、ニカと草ですか。あ、草チュンリー的には、草チュンリーは、はい、プレイヤーとしては、あ、なるほど。草チュンリーの倍損性は本人 の、うん、話はよく聞くんですが、かなり自信を持ってるぞと。ほうほうほう。まあ自信を持ってるように、とりあえず取り合わせたね。はい、そうですね、まずは草の位置性だと。あ、今ちなみに映っているのが、確かに人相が悪い、確かに人相、まあでもお互い似たような感じの風景ですよね。似てるところがあるかもしれません。重量級にはいかないけど、ちょっとまあ滑覆がいいといった感じの。あ、ちょっとこれコメントが入ってますが、 KKY さんが KKY ゆかの惨敗を期待、惨敗を期待、はい、まあね、僕から言わせてもらうと、2回転はね、やっぱね、めいったり弱いんですよ。もう何年だろう、15年、20年近くの付き合いになりますけど、おっと、二回転さん、はい、ちょっとまだ一歩の距離があるよ。え、何何、まだね、なんか言ってますけど、メンタルの話、安定すぎて、安定、おっと、声門が東の声門をしましたよ。早くもうダメ出しが入る。あ、そんな限定、何もできずに2セット取っていく。いや、いいだろ、振ってますよ、いいだろ。今の垂直ジャンプだろ。まあね、そうですね、ヒットは 100% 投げるだろ。そうですね、まあ今なら勝ってるし。2回転さ、ちゃんとやって、はい、これ休憩ではないですかね、途中の。休憩なしですかね。休憩なし、泣きのあのワンピーツって入れ替えというのはやってもいいかもしれません。まあ確かに。さあ、ミスロー、ここまでは、イオンラウンド選手ですね、一応戻ってないと。いや、これかなりきつそうなんだけど、うん、先ほどメンタルの話出ましたが、うん、最近の草も、うん、ちょっとメンタルが自分の課題だなということで、ほう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 、ね、自戒するような形で書いていました。お互いメンタルにはというところがあるのか。さあ、背中ゲームじゃなくて、先生、見つけの対象にする。さあ、草の一瞬とだんだん草の上は見ていますね。草がツイッターでね、なんか自分は持久戦が弱いみたいなことを指摘されてて、いや、持久戦というよりかは集中力が切れると、それをスタミナがないと同じなんじゃないですかねって僕は思ったんですけど、ただそれは2回転も比較的確かにいけるところがあるから個人的には思います。いや、なんかこれは10-0で終わりそうな気がするんだけど、さすがに、さすがに、まあでも倍数たまればね、一発があるな、チンリーもね、あんま前出れない。さあ、無理やり安直だよ。さあ、今のは何かの流れを取って、今のね、今グランドアッパーで打ちを取って勝ち勝ちのラウンドだったと思いますが、お願い戦列はしっかり頑張るわね。はい、うまいですね。お願い百列の、タンパンチ、はい、3試合目にしてようやく6ラウンド目でラウンド取った2回目。
まあ、ここで一回ちょっと行かないとね。何があるで？パパン。いやー、たまんない、全然。おっと、投げると見せかけて。さあ、こっから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 、おっと。あれあれあれ、投げて、おー、2回転さん、しっかり蹴り入れるじゃないですか。やればできるじゃないですか。頑張りましょう。ようやく煽りができるという感じ。これ、周りでみんな2回転応援してるよ、これ。そうですね。間違いない。じゃあ俺も2回転呼びで頑張るかな。ヒデとやってっからよ。からよさっき10連敗したけどよ。一生ヒデが勝ってたんだけど、はい、さあお互い溜まって、あのゲンキックってガードした後は入らないの、はい、スパカンは入らないんだ。ゲンはだけでも、うん、なるほどね。さあまあめっちゃいいだけど、ちょっと狙った狙った狙った投げ投げ、あ、クレイジーのミスみたい。クレイジーミスだって。そうです、まあね、運ばるからね。変わってきたね。積極的になってきたぞ。いいよ。おっと上見てるんですけど、魂が投げる失敗だ。やべ、対空できるんだよ、この人結構上手くね。俺のバイスよりかうまいな。タカちゃんなんで。え、踏んじゃうねえだろ。さあ、投げるよ。まあ、投げるよね。今のは絶対投げるよね。まあ、あれはバイソンは一発目投げ返して、二発目でクレイジーを出すというのが比較的。確かに。安全流れですか。まあ、それだと下段は食らいますね。タカちゃんだったら食らないだったな。なるほど。襲撃で死なないですからね。ねえ。投げられて、さあ投げて。うわ、投げて。おっと、できる22。ちょっと草さんピンチじゃないですか。ちょっとなんか言ってよ。ぶっちゃうずらすぎんだけど、あいつ。まあでも集中できてるということですね。やはりまあメンタルの課題というのは自分なりに考えてる。まあ草野はメンタル強そうだな。まあ集中力が課題と言ってましたけどね。片方のメンタルが崩れると10連勝とか割とさらに高レベルの相手でも。そうなんだよね。おっとピンターピューチャーやねえから何だそれ何だそれ何だそれ。さあ死んだか死んだか。さあアンチョクリアンチョアンチョ、もうすぐもうちょっと待ってよ今の。何だろうなんか。いやでも今なんかなるほど。あ、それ、それ読みか、はい、なるほどね。確かに。しかもおいださあ、何ですか、何ですか、どう。さあ、ゲージ分。さあ、見てる。いや、二人ともね、微妙にうまいんだよね。さあ、おっと。式がいるっぽい。式っぽいね。式っぽかったね、なんかね。まあ、テクニカルだね。そうですね、投げ合いになることがありまそうです。さあ、2発投げて。さあ、クラウン、クラスリーか。おっと。バイソンがもっと回り手扱いからうまい。そしてあの距離で出す。いや出したよ、出したよ、出した。おっと。あと。投げはクラスすんだ。いやこれワンチャン溜まったら、おい、おい、へ。スパコンで、スパコンで終わるだろ。おい、おい、出すよスパコン。出すよ。スパコン、スパコン。早くアップだから。早く早く。ああだ。バラバラ。安直だよ。安直だよ。でも今のヘッドじゃなくてさ、スパコンだよね。ヘッド、ヘッドガードたら死ぬで。あ、アンチョクのヒゲさんね、なるほど。さあ今はでもね、ジャック光景が追われてる時にバイソン確定はありませんので。確かに。無理やり。おっと。確認ですね、確認で。おい、誰か草を応援してるやついないの。おっと差し込み。A4 ぐらい投げて。悪くない。なるほど。安直かな。安直ですか。安直ですか。まあ今のはスピンカーのネタ。草が全く反応してくんねんだけど、つまんねんだけど。いやちょっとさすがに今
余裕がなくなってきてる。さあ、荻野豊がちょっと距離が近くて怪しまった。まあ悪くないですか、お互い。確かに今3対2か。おっと、うまい、うまいんだな。ちょっと今日は表紙ができていない。さあ、この背中上げがしない。投げるよね。投げる点は取った。今投げ負け出てましたが、ちゃんと受け身取りましたね。確かに。ボタンを2回押さないとあれは受け身が取れません。いや、ちょっと危ないんじゃないか。さあ、近づいて。意外とバックジャンプもちょっと怖いよね、これ。確率を打たない。見てもあるよ。よく今の打ったね。フットで。お、なんか、シャルバイソンからアドバイスが入ってますね。はい、草川はバイソン勢が応援についてるというところになるのかなと。草川なんかちょっと、声がちっちゃいよ。声はちょっともっと応援してあげた方が、うん、2回転側の方が明らかにね、声が出ないからね。まあ前評判が圧倒的に草川、うまい TZW もびっくり。すごくね、やばくね、見たことねえんだけど、あれ成功してんの。もし、相打ちの取り方もかなりうまいぞ。うまいんだが、相打ち取ってる間はバイソンがね、明らかに体力が取れます。そして、うまい。いや、二人とも結構ね、やってきてるのが分かるね。そうですね、かなり対応してきている。小物道とはいえね。はい、いや、まあ、まあ、うまいっすよ、二人とも。しかし、立ち回り感が、お客さんには当たりづらい。おっと、バナした。まあ、これはバイソンが有利なんだが、残り30秒。まあ、チュンリー側はこれちょっと苦しいよね。いや、でもまあ、おいっと、大ヒットじゃなかったのか。さあ、投げるか。おお、今のはまっすぐ打った。逆に。そうですね、中足を置きたいところですが、まあ、戦列もあるというのが。そう、はい、まあ、中ヘッドもスカルトね、さすがにね。そうお釣りがあるんで。おっと、アイチいいですね、アイチバイス少し、ね、あっと今差し返しができなかったが、アイクミス。おっと、うまいぞ。おっと、間違えた。あっと、イケミンがないな、痛い。さあ、お互い今ミスった。さあ、どうですか。アッパーが出た。アッパーだろ、お前よ。キック押すだけだろ。あっと、さあ、この7試合目ですね。いや、今のは痛いなぁ。はい、2回転が取れそうなポイントがあったんですが、クサが拾う。これも安定がクサの4、3となる。まあ、ヤクルツはだいぶね、安定向上的なところあるよね。そうですね。おっと、受け身がないんだが、ダイパン。ダイパンで帰っちゃえばいいだろう。頭いい。おっと、話は今のバックジャンプはうまい。さあ、やはりちょっと奇妙なコースですが、いや、これはヒット出るんだが、止めれば死なない。あなた今のは大ヒットがあなたの良かったけど、まあ、立っちゃったな。おーっと、運が悪い。あれ、ちょっと動いちゃう。運ゲーだよね、運ゲーだよね。おい、運がいいぞ、お前。はい、いい加減にしろ。ダイパン安いんだよな。そうですね、ダメージアッパーの方がいいんだけど。おっと、いいよ。さあ、離すね。なにで、あ、死んじゃう。おっ、投げた。さあ、こっから。おっと、ちょっと待ってからのクレイジー。すぐこする。すぐそれ、すぐそれ。いや、拒否なんじゃない。やはり投げる反応が、ミカが遅めなのが、遅め。おっ、できる。変な連携。おっと、はい、おっ、うまい。おっ、バスケが当たんない。あー、もうすぐ投げる。さあ、これ3連勝。5対3かな。5の3ですね。はい、8試合が終わって5の3となっています。あ、ちょっと、じゃあ2連勝、3連勝、3連勝か。やっぱ X 早いね。X 早いですね、10先取るのは結構。本人たちの時は長く
ても内野手だ、確かに。じゃあこれ殴り合いのキャラだからな、おっと、なんだ、そうなんですよね、比較的バイソンが仕事にも早いんです。さあさあ、これも勝負で、おお、勝つんだ、勝つんだ、勝つんだ、今のは勝つと、はい、今のは勝つ。いやでも、チュンリーが引きつければどうなんだろうね、時間はかなり下がりますので。なるほど、あれね、昇天賞だと今多分ね、チュンリーが勝ってた、勝ったら、なるほどね、はい、深いね、はい、まあよくあの距離で打ったよね、バイソンも。ああ、いや、食らえないか、食らえないか、食らえないか、なるほど。いや、あのタイミングじゃねえな、あと一時期死ぬって時にやればいいんだよ。あ、そうですね、投げ場、投げの意識が高い。そう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 。さあ、5、3からなので、ここで6、3と5、4とはダブルスコアだからね。展開ともその後変わってくるというところで、お、見てから、これはまだ死なないわ。これは草がだいぶ乗ってきたぞ。おお、ナイス、投げて、そしてガメなし、いや、さすがにガメだ。しかし投げ、ボンと100列上がる、ヘッドしかないかな、うん、そうですね、ヘッドしかないね、ガードがあるとガードとちょっとね、はい、橋とはいえな、6-3、6-3か、辛いな、かなり大きな差ですが、ただまあ全然勝負にはなってますね、2回でも頑張ってんだけどね、さあ、これちょっときついぞ。あの歩き投げをかなり通しているというのはありますね。決着が歩き投げというのはかなりここまで多いと。確かに。はい。おっと、ナイスガードやね。おっと。確認6段。さあ、しかし、おっと、ミスった。大足。できる。この辺りのハンターが先ほどから2回でかなり。レベル高いね。そうですね。しかし減らないな、それも。まあランダム要素がでかいからな。ランダム要素、ボケる気も上がってたというところで。おっと、差し返しがちょっとできなくなったね。そうですね。投げて。結構ありそうです。そんなにない。お、ダメです。優勝ヒット、これ痛い。お、投げまして。あっと、ゼロ振り投げ。さあ、おっと、これはしっかり。これ負けると5連敗か。ここ取りたい。ここから下げよう。さあ、ここまでパンパンチをテンションで切ってという展開はないね。ないんです。おっと、これをガードしてしまうとやばいぞ。ガードしちゃえばいいだろう、しかし何球なっとちゃんと初手、お、いいですね。さあさあ、ここか、あっと、バランス、なあ、草がなんか伸び伸びとしてきたね。そうですね、だいぶこう、まあもちもち読み分けてもまだリードしてるから。確かに。さあ、10戦終わりまして、7-3と。7-3か、キャラさんそのぐらいあんのかな。さあ、7-3、相打ち、相打ちの展開は取れてる。ただ、このポイントから落としてるラウンドは結構多いですね。さあ、お、来た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 、投げて。さあ、これはちょっと交換だったか、ゲージが溜まってないので。さあ、厳しい。このまま一方的になっちゃうのかな、やっぱり。若干展開が、うん、投げる、強気だね。そして、そうですね、このラウンドもかなり、しかし前ので、あれどうすんだ、前飛び、あれは一回下がった方がいいのかもしれませんね。どうなんでしょうね、バックジャンプじゃできないよね。そうなんですよ。あ、今のうまく暗い投げっぽくなったんだけどな。ここからさあ、めくれない、あった、大パンが、ヘッドが出なかった。大パンというか、まあヘッドでもよかったのか。しかしまだ十分あるでしょう。おっと、投げて、まあ、これはちょっとね、あ、なんか、おー、これが確定を取る、一番なるほど、あの安全な確定ということで、あの安全重ねからの、そうですね、はい、安全重ねからのということで、まあ、チュンリー側は背中ゲーとか出せばヒット数減らせますけど、なるほどなるほど、はい、まあ、ヒットはするので確定相打ち、あの飛びしっかり返すね。そうですね。さあ、今投げた方向もね、いやー、辛い。さあ、これで溜まったが、うーん、歩き投げが通る。
いややっぱメンタルがちょっとね来てるね、6連敗は。6連敗ですかこれで。え、あと2回で終わり。ほとんど8-2でしょ。最速は2回で終わりというところですね。はい、2回じゃな、ちょっと頑張ってください。負けたことないんでしょ。大体の人はエフェルランドまでねもつれてはいるんですが、しかしね、1ラウンド目ほとんど草が取ってる感じなんですよね。なるほど。さあ、その限りアバーでは通さない。なるほど。なあ、コメントで小物じゃない気がするんですかって書いてあるんだけど、はい、まあ、あのこのタイトル決めたのは彼らだからね。あ、そうなんですか。うん、なんか彼らが決めたから。結果的にはジャイさんが決めたのかな。いや、俺は気がするんですが、小物道適当に言ってただけなんだけど、決定したら2回転もあったりします。さあ、久しぶりに1ラウンド目の選手した2回転ですね。12試合目これは取りたい。よくアルクはどうした。押し戻されて、この機嫌が強い。さあ、これ当たってしまうんですね。おお、よく出した。まあ、チュンリーはね、弱地に何もしてないので、あれはヒットはしないと。なるほど。警戒してしかなりませんが、いやー、また運がいいね。今の距離だと、マグネスが勝つそうな感じもします。あー、なるほどね、はい、そして2ラウンド目は、まあ、よくても相打ちか。そうですね、見ている。あれ、わざとさなかったら疲れるような気がするんだけど、どうなんでしょうね。いやー、チュンリーガーだ。首から投げない。おっと、からリスメか。しかし、これ厳しいですね。当たらないが、背中上げにからの、おお、ヘッド。それは失敗、溜まってる。パス、正面できる。そしてこれは確定ですね。確定ですね、はい、あれ、早くもリーチ。そうですね、9-4、7連勝。7連敗なんだが、3ですか。9-3。ちょっとさすがにかわいそすぎて煽れないんだが、夏先の方がいいんじゃないか。100にしとく。さあ、この試合が終わってしまうのか。もっともっと、よく渡した。あとこれですね、垂直の対処に2課の課題だったと。なるほど。さあ、テンション出ないが、あ、ここっとピヨリ、ここで、あ、ピヨリないんですよ。リーチじゃん。なんかナイフだ。さあ、リーチが上がる。煽るなぁ、なんかムカつくなぁ。2回転頑張れ。何事もなく終わりそうなんだが、終わった。終わったんだが、最後は8連勝ですか。皆さんからの8連勝で8連敗、草が10-3で勝利と。10-3、はい、10-3だね、はい、勝利となっておりますよ。なんかじゃあコメントを一応もらっておきますか。そうですね、はい、かなりあっという間に終わってしまったというところでしたが、まあ負けた方から、負けた方からコメントをもらえますか。コメントをしていただきましょうか。すみませんでした。まあキャラが強すぎただけですね、あれね。ないない。お前最初勝てるのが言ってて、負けたらキャラが強くなって、どんだけ小物なんだよお前。綺麗にまとめようとすんなよお前。逆に次回どうします。次回なんか負けた方が、あの誰か指名するとかいうのも、負け残りで、まあ僕は勝ち、同じのはね、まあさ、同じカードはなしにして、同じカードなしじゃん。何かあの因縁ある人があればぜひ僕の方に行ってくれればセッティングしますんで、調整さん待ってますんで。いや、あなたから指名しないと。あのそこにいるさ、残儀使いとかさ、結構いいんじゃないの。指名したら断れないって感じでいいんじゃないかな。ゆうべがたいソロテープどうですか。いやいや、お前なんで逃げてんだよ。お前がやるんだよ。僕がやるの。お前が相手をつ、あの決めるんだよ。だそう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 。負けた人はずっとやる。自分より弱いやつを探していくっていう、あのスト2と逆のバージョンね、龍の。あー、自分より弱いやつを探しに行く。まあちょっと考えましょう。はいはい、はい、じゃあ草さん、勝った方はコメントなしでいいか。なしでいいですか。じゃあちょっと草さん、すいませんでしたということで、はい、はい、お疲れ様でした。の野郎。
あ、どうも草です。いや、実は10対1ぐらいに終わらせようと思ってたんですけど、まあ、そんぐらいのね、いや、だから予想以上に強かったなっていう、そういう感じ。いや、今日は上からしよ、さすがに。まあちょっとこういう企画で10先って僕初めてだったので、かなり今もそうなんですけど結構腕が震えてるぐらい緊張してて、まあちょっといい機会ですね。ちょっとこれで一つ成長できたかなと思って楽しく。今そういうタイマーイベントは流行ってますね。ただなんかうちらあれですね、名前も小物道で、なんかそもそものことの発端が因縁から始まるってところがなんか泥臭いですよね。なんかなんかみんなもうちょっとなんか優等生な感じの10先やってるんで、なんか僕はこういう感じは好きなんで、まあなんかできれば継続してやっててほしいなと思ってます。ベースリーダーと固定はいいかもしれないですね。まあちょっとただ何にしても僕もまあ枯れたから良かったんですけど、それ以上に外野がなんか楽しそうだったんで、外野の人たちが楽しそうだったんで、まあちょっと次は本当に温かく見守る立場でちょっとなんか見守れたらと思って。いいカード、そうですね。まあ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 ね、しけえよ顔お前。まあとりあえず勝った草さん、おめでとうございます。よかったです。はい、じゃあ近いうちに対戦カードが発表されるということでよろしいでしょうか。1週間以内に、まあ断るという権利も当然ありますんで、指名された方はということで、小物道、なんかちょっとグダグダになっちゃいましたけど終わります。はい、ちょっと一方的な、ね、展開になってしまって若干残念なところありましたけど、次またいいカードで来月の初めに実施ということになると思いますので楽しみにしたいなと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。